皆さんこんにちは、こんばんは。爽快キックです。今回もね、ダービースタリオン04、ダビスタ04の実況を始めていきたいと思います。今日もゆっくりばったりと始めていきましょう。本日はね、炭酸水をいただいております。さて、前回はね、メシアがね、故障してしまったんですよね。まあ、それでマー君の方がね、出世して、朝1杯で4着したと。まあ、マー君中心ね、来年やっていくと思いますけど、まあ、できればね、メシアの方に回復してほしいなと。ね。まあ、ただ2頭ともね、スタミナをね、目にしたわけではないので、スタミナがあるかどうかって言ったら、疑問なんですよね。まあ、神の子マー君はね、未勝利戦万馬券だったんですね。万馬券というかね、100倍以上のオッズだったんですけど、ゼウス君が言ってましたね。未勝利戦で人気なかった馬でダービー馬というと、ワンアンドオンリーがいるって言ってましたね。ワンアンドオンリーも未勝利戦とか100倍以上だったりしたのかな。ね、全く人気なかったそうですね。まあ、ダービー馬もいるということなんでね、神の子マークもね、ダービー馬になる可能性はね、あるかもしれません。スタミナ言われてたらね、これ伸びるんちゃうかなと思うけど、スタミナ言われてない、見てないからね。はい、まあ、根性は言われたんだよね、確かね。はい、まあ、メシアもね、まあ、スピードはあるのは間違いないんだけど、まあ、スタミナがあるかどうかわからないので、まあ、でもただ早く治ってきてほしいなと。はい、行きましょう。最強クラウドはね、もう引退させたら功労馬牧場行くんじゃないかな。おそらく一頭ね、なくなったので、はい、引退させます。もうさすがに復帰しても無理だと思うんでね。はい、あれごめんなさい、こうやってやってしまったわ。まあ仕方ないね。はい、まあ、それでコメントの方でね、また聞けばね、始まるんで予想動画やってくださいっていうコメントありましたね。それで予想動画から競馬ゲームの方に引っ張ってきたらどうですかっていうね、コメントありましたけど、正直ね、予想はね、今ちょっとね、闇気味なんですよ。やっぱ YouTube って病むんでね。ちょっと、病んでますね。はい。まあ、それで予想動画ということになったら、さらに病むんでね、当たらなかったね。当たったでさ、バレンで当たってもさ、3レッド当たりましたっていう人がいるんでね。結構ね、予想動画って落ち込むんですよね。精神的に悪いな。悪い影響を与えるっていうかね。まあ、ちょっとね、秋はまあ予想しないと思いますね。はい。また、機会があればね、やる気になったらやると思いますけど。はい、神の子マー君ね、もうすでに2歳児で、1、2、3、4、5、6、7戦してるんですよね。ちょっと多すぎませんか？故障する可能性あるよね。まあ、ただ休んでる暇はないんだよね。朝日は4着といっても、まだ賞金面ではダービー出れないからね。まあ、今絶好調なんで、京成杯あたりまた出しましょうか。ただ距離が心配なんでね、新山記念のがいいかな。ね。さて、1月2週ですね、新山記念ちょっと登録しますけど、ライバル次第ではね、京成杯に回ろうかなと思います。ねえ。まあ、新山記念って言ったらやっぱり、谷のギメットがね、出る時があるんでね、谷のギメット以外だったらやれるかな。シーキンザパールとかも怖いか。ねえ。アンカスさん乗ってくれますね。アンカスさんね、キープしたいですね。ね。まあ、マー君はね、今メジャーで頑張ってるの。大谷選手がちょっと心配ですよね。ね、ちょっとピッチャーの方はもう当分無理なのかな。ね。まあ、バッティングの方は頑張ってほしいんだけど、バッティングも不調ですからね。ね。ちょっとね、今年の日本人選手はダルビッシュがね、復活してね、頑張ってますけど、あとマイケンね、マイケンも、マイケン本当にメジャーに行って良くなりましたよね。で、ダルビッシュが謎のって言ったらおかしいか。あんな遊んでたのにね。やたらすごいボール投げるよね、本当に。ね。やっぱトミー・ジョーンの手術だったっけ？あれ、手術の結果、スピード上がるピッチャーもいるみたいなんですよね、なんかね。だからダルビッシュはいい方に行ったのかな。ね、去年不調だったのは、なんかサイン盗みとかあったんでしょうね。行きましょう、翌週。明日の午前5時だよね。あの、ピ
PS5 の発表があるんで、まあ、そこでおそらく発売日とね価格が発表されると思うんですけど、まあ、ちょっと楽しみにしてるんですけどね、まあ、起きてるかどうかわからないけどね、最近なんかね眠りが浅いというか夜中に目覚めたりするんで、ひょっとしたら生で見るかもしれませんね、まあ、楽しみにしてるんですけど、他でも Xbox の安いやつあるじゃん、あれでもいいんじゃないかなって。僕だから Xbox のゲームパスの方にねちょっと興味があって、まあ、PS5 買いますけどね、いずれなんか Xbox の安い方買って、まあサブスクリプションサービスの Xbox のサービスもやりたいなっていう外枠やね。どうでしょうこの毎回言われるねこのパドック評価はどうでしょうか。これ追い込みで稼せるしかないよね。どうしようかな。まあでも差し馬多いですね。先行させるか。もしちょっと試しに先行させるわ。で、新規ザ・パールがいますね。はい。まあただ新規ザ・パールもね、外枠なんでね。まあなんとか2着に入ってほしいなっていう。30倍ならチャンスないことはない。まあただ外枠だからね。まあ外枠からね、どういう競馬するか。シーキザパールは、あ、赤い勝負区だよね、星印のね。やっぱりちょっと引っかかって、前行きましたね、今。後ろからの競馬だね、やっぱりね。はい。先行しても前から行けないね。まあ、そんなスピードあるわけではないからね。まあ G3 で30倍ですか、どうですかね。って言うし、としか言えないよね。ちょっとこうなったら厳しいですね。はい。最高峰だ。やっぱり外枠から先行っていうのはダメだね。ね、外枠から先行がいいっていう方もいるんだけど、スピードないと前取れないね。もうこれ最悪の競馬です。はい。こんな競馬してたらもうダメですね。はい。馬券買ってたらもう切れるわ。アンカツー！アンカツー！シーキンザパールちょっとかかってたけど勝ちましたね。ね。あ、でも最後なんとかかわしてきましたよね。最高峰、最下位かなと思ったら、なんかなんとかかわしてきましたね。はい。まあ枠も最悪だし、乗り方も最悪だしね。これはもう結果は出ませんね。9着までよく来たなっていう、力あるんじゃないのっていうね、逆に。まあ絶好調で、距離伸ばしてどうなのかな、ちょっと疑問ですからね。はい。また次のね、あのレースまでスキップします。さて、繁殖牝馬セール行きましょうね。なんかいい馬いますかね。まあ、場面教えていただいたんだけど、覚えてないね。覚えてないね。いい加減でね、申し訳ございません。ごめんなさい。シーズ・オール・ザット。この辺り、いいんじゃない。ニアーティック、ネアルコ、ネイティブダンサー持ってるし、サイゲイロードもあるからね。あれ、サイゲイロードちゃうな、あれ。違うね。違うかな。最近ごめんなさい、なんか読めなくてね。はい。なかなかですかね。ちょっといまいちかな。エリシオンとか昔からね、高額種馬場で有名ですよね。エルグランセニオール、ネイティブダンサー2本持ってるしね、これはいいんじゃないですか。まあまあですか。これ買いましょう。エリシオンってどうなん。まあまあって大したことないのかな。またやめるわ。やめるよ。あれどうなんですかね。俺の勘違いかな。あ、カッティングチーズいますね。カッティングチーズって、シンアマゾンのお母さんじゃないこれ。確か。ノノアルコね。シンアマゾンのお母さんなんだっけ、実名は。名前が出てこないな。まあ、ただ、まあ、ハイペリモンありますね。ハイペリモン、あ、そうか。マコナリにつけるからね。まあ、能力の高い、まあ、スピードタイプか。まあ、買いましょうか。はい。ね、スピードタイプなんですね、シンアマゾンのお母さんね。違うかな、シンアマゾンのお母さんじゃないかな、ひょっとしたら。はい、買いました。ね、無駄に長いね。あと1頭買えるんですかね。ラストチャンスとかどうない、なんとか強そうだよね。カロ、フォルティノ系だね。カロ。これなんて言うんだろうな。ラスティカロ。あんまりしませんね、これは。
グレイソブリンやるのはいいですよね。まあ、ただマコナリーグレイソブリンとか持ってないからね。スピードタイプか。ちょっと1頭開けとこうか。来年また買いましょう。はい。OK、OK。買います。はい、2月の2週ですかね。共同通支配出そうかなと思ってます。まあ、調教の方はね、ちょっと開けたんですよね。中3週も開けてるわ。中2週開けたかなと思ったら、中3週開けてるね。ちょっと過保護すぎますかね。どうですかね。まあ、登録します。まあ、アンカスさん乗ってくれたらいいんですけど、乗ってくれないかな。どうですかね。まあ、乗ってくれませんね。もう、吉富先生しかいないかな。こうなったら。ね、吉富先生。吉住先生ならなんかダービーまで乗ってくれそうな感じするんでね、固定させたいですよね。はい。さて、パドックですよね。内枠を引きたいですよ。ね、100日走特別と同じ条件なんで、まあ得意な条件でね、内枠引いたらね、内枠引かないともう苦しいと思うんでね、まあ、ライバルはちょっと確かめてません。はい。あ、マイティスピードが 7.2 倍だったら、そんなレベル高くないんじゃない？ミツル流砲が 6.2 倍。ね。これはコンス、あ、エルモダンディが一番人気だろうね。ブライアンスタイムサンク、名称動産。ねえ、人気ないですね。いつになって上がってくるんでしょうか、この馬。やっぱりダメか。伸びないかな、この馬。スピード言われてないんですかね。まあ、こうなったら追い込みで稼せますね。追い込みにはまるチャンスあるんで、はい。レース。ちょっとね、全然成長しないわ、神の駒場君は。まあ、これ直線までカットできます。さて、第4コーナーですね。まだ最高峰です。ちょっと苦しいか。ちょっとオースト分回しだしね。オースト分回しでちょっと苦しいですかね、これはね。前がバテることを祈りましょう。はい。あ、来た来た来た。2着入れ、2着ね。なんとかだ。刺せ。マーク行け。相手は弱いぞ。相手は弱いから刺し切れる。前がバテてくれ。ダメだ、伸びないわ。ねえ。いや。ちょっと枠が悪かったな。枠が良ければ、まあ、チャンスあったと思うんですけど、やっぱりエリモダンディですね。まあ、このメンツではね、抜けてるかなというところですよね。ちょっとやっぱり能力足りないので、まあ、スピードをまず鍛えていかないといけないんだけど、この場合能力ないのかな、ね。まあ、いったな。メシアも治りませんしね。はい。マコナリとね、メイビーユーキャンね、スタミナ来ました。これでスピード、スタミナ言われたね。はい。それで早熟言われてるんでね。はい。まあ、スピスターね、うん、まあこれ走ると思うんで、名前何にしようかね。バイデン何にしようかな。まあやっぱりね、ジョブスか、スティーブ・ジョブス、スティーブ・ジョギリギリ入るか、スティーブ・ジョブス。スティーブ・ジョブスはまだつけてませんよ ね。スティーブ・ジョブスがやっぱりダービー勝ってくれるんじゃないの、ね、スティーブ・ジョブスって若い頃すごいイケメンでだったんです ね、うん、僕はなんかジョブスって言ったら口がうまいだけっていう悪い、そんなイメージがあるんですけどね、なんか。実際、アップルでさ、パソコン作ったのかどうかわかんないけど、親友じゃないですか、作ったのは。理系のね、天才なのは。ジョブスはどっちかって言ったら、口がうまいタイプでしょ？ね、アイデアあったのかもしれませんけど。まあ、でもやっぱ喋るの聞いてたら、やっぱすごい、頭のいい方なんだなと思いますよね。口がうまいっていうか、頭も、中身もあるんだろうけどね。行きましょうか、ジョブス。はい。さて、これは期待できるんじゃないですかね。それでもう一頭ね、言われてたじゃないですか。もう一頭いてね、スタミナ言われなかったね。はい。まあ、スタミナ言われなかったらちょっと厳しいと思うんで、ね、どの番でしたっけ。ごめんなさい。間違えました。はい。うん、この番じゃないね。うん、これでも、このまま晩成だからちょっと厳しいですね。あ、この間ですね。はい。この間がやっぱりスタミナ言われなかったね。はい。ということは、まあちょっと走らせるのは難しいかなというところですね。うん。行きましょうか。まあ今年はね、ちょっと期待できそうにないんで、神の子マークメシアね、うん。ちょっともう、サクッと行きましょう。はい。うん。あ、それでですね、そう。
あ、スタミナ言われてるんで入れようかなと思ったら、この前スピード言われたわ。ね、どうしようかな、名前。入れますね、はい。出るの押せよっていうね。まあ名前はね、決めてます。はい。ダダダダルビッシュで行こうかなと。はい。ダダダダルビッシュって入るよね。ね。いい名前じゃないですかね、これ。ダダダダルビッシュ。ダダダダルビッシュ。ダルビッシュ、サイヤング賞を取る可能性もあるんですよね。まあただ最近ちょっと調子悪くて、まあ、ちょっと厳しいかなというところですけどね。すごいやっぱりね、器用ですよね、ダルビッシュって言ったらね。頭もいいんでしょうね、勉強ができるとかじゃなくて、野球頭すごいいいんでしょうね。ダダダ、あ、ちょっと一つ足りないね。ダダダ、うん、足りないな。昔からなんか考えて投げてるなってイメージありましたよね、高校時代から甲子園でね。たまに横投げでシンカー投げたりね、なんか舐めてんのかよっていうところありましたけどね、ダルビッシュ。ねえ。ダダダダルビッシュ。ビル・ゲイツより、ビル・ゲイツじゃない、ごめんなさい。ジョブスよりこっちが強いんじゃない？ねえ。ジョブスは、ジョブスは一応スピス、ごめんなさい、ちょっと覚えてない。ダダダルビッシュ。よし。行きましょう。はい、現在ね、3月4週なので、スプリングステークスに出そうかなと思ってます。まあ、ちょっと販路中心にね、起きてきたんですけど、ダートツもやります。まあ、スプリングステークスもね、内枠引けばワンチャンありますよ。ね。うん、1008でね、距離伸びてどうなんですかね。一応、ミジョリ戦は2000メートル勝ってるんですよね。まあ、距離伸びていいのか、まだちょっとわからないので、まあ、アバショを使ってね、最終的にね、ここ、勝ったら、ここ2着入ったら放牧出して、まあ、アワショーからダービーという手があるかなっていうね。3月4週で、ね、5月1週に戻ってきて、5月2週にアワショー出てきて、まあ、いいんじゃないですかね。そういうローテでもありだなっていう。まあ、スプリングステークスいきますね。はい。まあ、状態の方はね、上がってきてるんでね、久々、武豊の乗っけようか。ここぞという時は武豊ね。はい。おそらくダービーでは武豊は乗ってくれないと思うんですけどね。はい。まあ、ちょっと権利というか、2着以内に入ってほしいんで、もう全力を尽くしてほしいなと。うん、行きましょう、翌週。さて、内枠ね、全然引けてないので、たまには引いてください。ね、マー君、神の子、運がいいんだからさ。運いいんだから内枠引きなよ、たまにはさ。10頭だね、小頭数だ。ね。また外ですね、これね。なんでなんですかね。あ、7番、ラッキーセブン。この頭数で23倍ですか。ね、出資無重視。これ、追い込みで内回るしかないよね。ね、外、先行したら絶対、あれだよ。大外分回しになるから、追い込みの方がいいよ、これ。ね、武豊の追い込み。まあ、相手もね、どうでした、相手。見てなかったけど。直線までね、スキップでいきます。さて、第3コーナーに入りますかね。ね、期待通り打ち回ってくれてるんで、さすが武豊が、ね、もう希望通りのね、再打ち回ってますんでね。これ来たんじゃない？人気ないけど、これ来たんじゃないの？前、バテるんじゃない？バテない？バテてる？伸びてるかな？持ったままですよ、ね。武豊がジョッキー。マー君。なんとか2着ね、2着。あ、バッター、ローエングリーバッター。いけるいける。さ、2着に来い、2着に来い。2着、ちょっと前の2とか伸びる。前の2とか伸びたらあかんから、3着だったら意味ないよ。3着だったらダメなんだよ。あー、ダメだ。2着来てないな。あー、3着だ。いや、もう一つ前の着順に来てくれればね、ダービーの出走権取れたんですけど、いや、3着じゃダメなんですよ。3着ではダメなんですよね。ねえ。いや、これ次どこ行きます？ねえ。若草ステークス行きます？ねえ。状態の方がね、これ、やばいんですよ。状態難しいと思いますね、これ調整ね。はい。うん。まあ、種付けの方はね、しておきます。
現在ね、4月4週なんですけどね、若草ステークス使おうかなと思います。まあ賞金加算するには勝つしかないんですけど、まあ、これダメでもね、ダービーまあおばしょう出れるじゃあ出れるんですけども、ちょっとローテ厳しいんですけどね、まあ出すしかないなと。あとひょっとしたらメシアが治ってね、青橋を出れる可能性もまあちょっと期待薄ですけど、なきにしもあらずなんでね。まあちょっとシージョッキー乗っけようか。はい、オッケーオッケー。うん、シージョッキーあたりだったらライバル多いかなね。バタージュやっぱ484だったらあれだったね、細めだったんだね。ね、うん、まあ行きましょうか。種付けはしてますね。はい、よくしゅう内枠ですよ、内枠。内枠聞かないとね、勝てないですよ、この馬ね。内枠引いてください。なんとか内枠。足芸だよね。うん、来ないか。1枠1番来たら枠っとくるんだけどね。うん、マルクキャンディ、牝馬やね、確か。大択バートラム来た。ローエングリン、レベルが高い。レベルが高いよ。また外だよ。マジかよ。なんで外なの？なんでうちのマークは運が悪いの？ねえ、入れ込んでるな。ちょっとこれ厳しいですね。人気の方も上がらないし、ちょっとこれはね、あの直線までカットできます。はい、追い込めて勝ちます。はい、第3コーナーですかね。ちょっとね、あの出遅れてしまいました。まあ引っかかってはいないと思うんでね、まあ最後伸びてくると思うんですけど、まあちょっと苦しいですかね。まあ、打ち回れたんでね、悪くはないんですけど、まあ、勝たないといけないからね、これね。あ、やっちゃった。うわ、やっちゃったわ。ああ、今日は残念な回になりそうですね。ねえ、これはもう、予後不良だわ。あ、これです、予後不良か分かんないよね。ね、まあねえ、まあ、仕方ないっちゃ仕方ないですけど、まあ、押せ押せで来ましたからね。うん。ダービーを通る道っていうのはね、険しいんですね。うん。状態は良かったんですけどね。疲労も溜まってる状態とは言われてなかったんで。ああ。マー君。最近ね、本当に、まあ、こんなんばっかりですね、最近ね。まあ、いったな。これ果たしてクリアできるんでしょうか、発売までに。うん、なんか、ちょっとね、亀の駒くん、まあ、力も足りなかったんだろうけど、運もなかったような感じがしますね、正直。うん、僕の運がないのか、マー君の運がないのかわかりませんけど、果たしてクリアできるんでしょうか。不安になってきました。さて、メシアがね、治ってくれないかな。全然治らないんだよね。うん、ねえ、あの、クッキーエンって治りが早い時もあるんだけどね。うん、まあ、メシアの場合、まだ賞金足りてませんからね。ダービー、ちょっと前哨戦に間に合わないとね、ダメなんですよね。ダメですね、これはね。はい。まあ、ということで、今回はこれで終了しましょうか。はい。参りましたね。まあ、次回ね、スティーブ・ジョブズとね、あの、ダダダダルビッシュに期待しましょう。というわけで、今回残念でしたけど終わります。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。